対決サクサクセス実況78回目の今回戦う選手は2018年セリーグ打点王バレンティンと対決大。今作の対決サクサクセスシリーズだ。これが初対決になります。現在の能力はこちら。めちゃくちゃ強いですね。まあ、今季の成績も素晴らしく打点もかなり多かったですからね。これだけの打力があるのも納得。しかし守備ではタイマンプレーとかも目立ちましたので守備能力も低く、またエラーもついているというね。まあ、赤徳も抱えているとはいえどこれだけの攻撃力ですからペナントで回せばめちゃくちゃやばい成績を残してくるでしょうね。またセリーグ打点ランキングで見ていくとダントツのトップですから。まあ、打点というのはチームに依存するものですからね。ヤクルトといえば出塁率の高い選手が坂口、青木、山田といっぱいいるわけですから、それもあってかこれだけの打点を稼げているが、まず個々の能力がないとこれだけ稼げないと思いますのでね。バレンティンの凄さっていうのは改めてこの数字を見たらわかるでしょうね。まあ、今回の対決というのは完全に打力での勝負になると思いますので、そこで負けないようにね。そしてまた同じヤクルトで回すということなので、まあ、打点は先ほども言った通りチームに依存するものではあるが、バレンティン以上に打点を記録できる、そういう選手を今回の対決サクサクセスで作っていこう。作る選手の球団設定はバレンティン所属のヤクルトスワローズで、持ち込みアイテムはね、相手はまずはシーズン本塁打記録保持者ということもあるのでパワー強化カード絶対に必要でしょうね。そしてもう1枚はね、ヒーリングカードたくさんありますので、この1枚この2枚を持ち込み作ってみよう。レッツ対決サクサクセス。ステージワンマンやっていこう。初期能力はステータス82のスタート、まあ高くはないですけどいいでしょう。で、まあ青パネルが大量に、そんな言うほどない、逆になんかやたらとハテナがあるが、まあステージ1のハテナは積極的に踏んでいいですからね。いいことだらけですから。いきなりパネルが追加、ハテナが増えただけだよね。ハテナだらけ、いいですよいいですよ、踏みまくりますよ。守備力強化カード、まあこのようにアイテムを手に入れられるんで踏んで何にもマイナスがないと言ってもいい。ほら赤パネルも消滅、ほらすごいでしょ。だからぶっちゃけ今あるハテナパネル全部踏みながらやっていく方がお得ですよ。この先進んでいくにつれて踏まない方がいいですけどね。まあまあまあ、時にはこういうマイナス的なイベントも起こりますけど大丈夫、その後こうなるからすごいでしょ。ほんでまた回復するからすごいだろ。弾道パネルもありますからね、これ絶対取っていかないと。まずはこっちからちょっと回って回って、でまあ上げるのは打力ですね。守備はおろそかにしていいというわけではないが、メインは打力から。はい、弾道も上げて2になりました。さあ、おいでまた回復、ふく幸せ。これ以上にないね。このステージ1これにて終わり。まだここにいたかったね。いやでも次があるから。ステージ2。さあどうだ、ここではガンダ1匹、なんかまたやたらとハテナがあるけども、まあまあこれも組んでいいでしょう。まだ早い段階ですからそんなマイナス的なイベントも起こらない。またもや、あーパワー強化カードは持ってるから意味がないが、ガンダもいますからガンダにもアイテムをもらえる。ラッキートレジャーカード、いいぞいいぞ、次からいいぞ。で補給もアップだぞ、体力も回復だどん、続くぞんこの流れ。あ、でもこれ一回シャッフル踏んでおいた方がいいね。マイナスおにぎりパネルがゴール手前にありますから、それを回避するために。いや結局出てくるっていうね、遠回りになりますが、こっちから行こうか。宝箱出現、そこをもうちょっとよりにもよってでしょう。だいぶ遠回りになるじゃないですか。これならもういっそのこと踏んでいった方がいいかもしれないね。マイナスおにぎりパネル、どっちにしろ同じでしょう。遠回りするんだったらね、いいでしょう。踏みましょう、ミートアップで、はい、えげつなくダウン、もう最悪。その上体力もダウン、来ましたね、地獄の始まりです。これまでお前いい思いさしてたんやから、これから地獄やでって今忠告されたような気がしたわ。だからハテナは踏まないように進みましょう。もう踏んだらあかん世界やね。そうなりましたから、まずはおにぎりパネルで、にしか回復しない。見て回復って言えんのかな、いつも言ってますけどね僕は。ここでは回復、おいーよかったよかった、青が、赤が青に変わる、最高ですね。そして宝箱トリーの中身は補給超人で、まあ、これでもね、バレンティンみたくポロポロするような選手ではないが、大丈夫大丈夫、これもねちょうど上にいますから、彼をただただはめて終えるだけ。いいとこ降りてきてくれたわ、よかったね。上が繋がってなくてよかったわね。でヒーリングカードも持ち込んでるんで、そういう部分の効果も期待したいんですけど、全く働かないね。俺確か持ってますよね。おう、一回も働いてくれてないね。明らかに異常でしょ、持ってる意味ねえじゃん、嘘ついてんじゃんこのカードね。もうええわ、次行くわ。うん、体力温存したいしね。明らかに流れと雰囲気全部変わりました。さあこっからステージ4。あーで、ようわからん選手がいる。これはサクセスの選手ですね。まずは君に会うよ。何してくれるの、
肩力だから肩は、まあ、バレンティン肩あるからね。ほんでまた赤が青に変わる。おいおい最高か。いやいいっすね。いや最高っすね。いやこれねちょっと特化パネルがあるんで、これパワーパネル変わるまで待ってそれ組んだらいいんちゃう。やっぱパワーをメインテーマにしていかないとダメですからね。そのパワーが今ないわ。ミートはもうバレンティンとほぼほぼ同じ、むしろバレンティン超えてますから現時点で。だからパワーですね、ここから。はい、特化パネルで全部パワーパネルになりましたので、全部踏んで全部強くなりましょう。すごいことになるよ。なるべくハテナを避けてね。ミヤ9番2号の登場。いや近い近い近い、会える会える。持ってたカード、ラッキートレジャーカードを落とすのは残念だが、まあいいでしょう。その分みずきちゃんに会えたし、まだこのステージは続くからね。はい、オッケー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 。さあどうしたもんか。どっちから行こう。いやまずはねこっちから行くのが正解ですね。あーでヒーリングカードも働き出してる、最高か。でこう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 行ってこう行ってまだまだあるんで、でこう行ってこう行ってこう行ってパワービート達、 A まで行けるかなこのステージだけで。おい、ゆうへいもパワー上げてくれて A 到達ですね。これでもうパワーもミートも単純なバレンティンの能力には、はい、行きましたね、超えましたね。そしてこれでパワーは S の100、やばいの完成、間違いない。最後にやるべきことというのはやはりバレンティンみたいに特殊能力を得ることですね。チャンス系だったりそれ以外のもの、あと弾道がね、せめて3ないとちょっとまずいぞこの選手。そのパワーを生かしきれない。弾道パネルはあるか。いやないじゃん。だから選手にあげてもらうか、また増やすか、それとも宝箱の中身からみたいなねしていくしかない。もうなんで俺いつもパワー S の選手出来上がった時ってこうなるんだろうね、腹立つことに。でもしゃあないけどね、とりあえず、まあ、彼の動きにも注意しつつ、特化パネルっていうのもあるんで、ミートパネルに全部変えてミートとパワーに特化するのもこの際いいが、ちょっと遠すぎるね、このステージの端ありますから。シャッフルしないと取りに行けねえな。廃棄分が急に悪くなる。そんな世界で生きてないけどね俺。ほんでお前どっち来んねん。いやお前の来る場所によっちゃ俺まずいことになるんだが、前行くも下行くもね、どっち来るんだろうね、わかんない。とりあえず俺まっすぐ進むわ。このまま行きまーす。動かなかった。そしてカレンハム行けますね。はい、オッケーオッケーオッケー、カレンハム成功。よかった、体力は回復。邪魔するものはもうこれで何もないですからね。一回ちょっとシャッフル組んでこう。選手に回ってね、頼む、疲労感弾道くれ。対左投手 C くれるのはありがたいけどね、またも体力回復。それはいい、誰か弾道プリーズ。なんて誰もくれへんね。宝箱ありますからそれにかける。どうだ。うわもうテンション下がらねえよ、お前パワー S なんだから上げてけや。最高のパワー持ってんのぞ。おい、ミート超人伝でミートアップ。いやもうだからこそ弾道を誰かプリーズっつってんのに、選手かも。持ってたカード A はもうこの際パワーは上げれないから。ただ待てよ、これマイナスパネル踏むと S の100から脱落する場合がありますので、踏まない方がいいよな。選手かも、お前ら、お前がくれ。よーい、S 弾道さんになった。もうええね、弱点という弱点がないでしょこの選手。さらに上げてくれるか、弾道どうだ。いや補給か、いや補給もいいよ。もうこれで守備の部分でもバレンティンに勝ってるし、打力の部分でも勝ってると言ってもいい。もうここで終わるが正解じゃないですかね。変に余計なことせずね、うん、体力はあるけどもこれで十分最高だ。互いの選手をペナントで回す際の起用法は、打順4番で DH ありの時は DH なしの時はレフト起用になりますのでね。そして 1,2,3 番はリアルなヤクルトの打線通り、坂口、青木、山田の並びなので非常に打点が稼ぎやすい打順になってます。まずは僕の作った選手からということになりますのでね、武器はやはりパワー、打力の部分ですから、その打力の部分で圧倒的な成績を残すことに期待しましょう。僕の作った選手、1年のシーズン開幕、ジャイ。1年のシーズンが終了し、セリーグはかなり混戦状態になりましたね。優勝を果たしたのは広島カープですけど、ヤクルトもかなり前線してですね、 2.5 ゲーム差、巨人も 0.5 ゲーム差ですからね。こんなセリーグならば本当毎度楽しいんですけどね。こんなセリーグ今どこにある、いや来年からこうなるかもしれないんで期待ですね。まあこの間ね、チームの順位というのは僕の選手がヤクルトに所属していたからなのかどうか、まあ、今からチェックしていきたいと思いますのでね、僕の作った選手の成績オープン、ダダダ。おおびっくりした、3割打ってんのか。いやいやこのチームやっぱえげつないって。お前5番目で3割1分4厘ですからね。規定打席到達してる選手で2割5分切ってないもん。ワーストが2割並ぶ4厘ですからね。
自分の選手がまさか5番目にいて、そしてこの率っていうのは思わなかったわ。いや、ここですからね、いつもならこの辺っていうのはもう2割5分切ってる人が並ぶとこなんですよ、順番的にはね、5番目っていうのは。ただこれなんだね、トップは雄平の3割5分6厘で、その下山田、青木、坂口、僕の選手、規定打席5人が3割を打っているっていうね、そら強いわけだ。それで優勝できないってどんだけカープ強いねんちゅうね。試合140試合3試合欠場ですが多く出てますね。で551打数の173安打、2塁打27本3塁打0でパワーエースの選手、本塁打何本、36本か。いやー、 S の100だろ、マックスだろということを考えればですね、40は軽く超えて50なんて言ってほしかったですけどね。言ったろ、さっきバレンティンの2013年に匹敵する力を持っているって言ったのにもかかわらず36じゃ寂しいよね。やっぱこの40本の壁を超えるためには、いつも言ってますけども、単純なパワー能力とか弾道だけじゃなくて特殊能力ですね、まあ、パワーヒッターしかり、それ以外の打力系の特殊能力しかり、それがないとやっぱ超えてくれないね。僕の選手それがなかった分超えられず、塁打数は308で、今回のテーマは打点、そこはどうなんだ。134打点ですから、リアルなバレンティン以上にね、僕の選手は稼いでる。まあそら稼げるわな、この打順の並びなんだからね、当然だよね。打点はまたなしでしょう。得点圏打率も2割9分2厘で、得点圏打数がそもそも195打数と異常ですからね。で本塁打率は 15.3、 得点91、三振98で、フォアボール77個、デッドボールが5つで、併殺が8、盗塁は0、連続安打が34と多く、連続出塁も44と多いですね。猛打賞は11回、対左3割1分5厘、対右3割1分3厘で、出塁率3割9分8厘、長打率5割5分9厘で、OPS は9割5分7厘という成績になりました。守備で見ていくと、あ、エラーはないですからね。やっぱ補給能力の高さがあり、エラーはなく、まあゴールデングラブはさすがに受賞できないとは思いますが、かなりいい守備と言ってもいいでしょうね。まあでもやっぱ攻撃力の部分ではもっと圧倒的な部分を求めましたけどもね、やっぱもっと率を残してほしかったし、やっぱ本塁打も打ってほしかった。まあ足りない部分があるので、予想してたよりもいかなかったにしてもね、やっぱメインテーマの打点でこれだけ稼げたんですから、打点王も取れるだろうし、バレンティンとのも対決見比べた時にですね、僕の選手の方が上ということになるんじゃないかな。まあまだバレンティンを回してみてないからわかんないけどね、今のところは負ける気はしてないよ。年間表彰式、さあタイトルはいくら受賞できるか、 MVP も取れてもおかしくないと思ってますけどね。まずはベストナインは僕の選手は取れてます。外野手部門で僕の選手トゥクゴー、ソトというかなり熱いですね。でゴールデングラブはまあさすがに取れず、個人タイトルシーズン MVP はどうだ。いやー、菅野で、沢村賞も菅野、僕の選手の名前はなく、そして本塁打王も違うんですね。まあ結構打ってると思ったんですが、それ以上に打ってる選手がセリーグにいて、それがトゥトゥゴーで、打点王はさすがに受賞ですね。あれだけの打点を稼いでますから。ただちょっとそれ以外のタイトルが取れなかったな、残念だな。続いて対戦相手のバレンティンをこれからペナントで1回回していきましょう。まあこれだけの能力ですからね、守備は置いといても打力ではやばい成績になるんじゃない。実際ペナントで回してたら、ちらほらバレンティンがやばめな成績出してるとこ見ることが多いですからね。まあ果たして、このバレンティンは今回どのような成績を残してくるのか見ていきましょう。バレンティン1年のシーズン開幕じゃい。1年のシーズンが終了しました。バレンティン果たしてこのチームでどんな成績を残し、またどれだけの打点を稼いできたのか見ていきましょう。成績オープン、ダダダダダン、どこだ。わ、俺今この短時間で2度驚いたよ。まずバレンティンの打率3割1分5厘、こんだけ打ってくるとは思ってなかったんでね。そして2度目の驚き、青木3割8分1厘、やばすげー、やばいだろ。3割8分1厘はこれバレンティンの前にこのバッターがいるということですからね。打点数もえげつなさそうな感じはするが、ただその分ですね、さっき山田3割打ってましたが2割8分だったんで落としてますからね。雄平も規定打席到達してないですから、どうだろう、青木の成績は上がったとしても、それ以外の選手って、それ以外の選手が落としてるんで、
そこがバレンティンにどう打点の部分で影響があるかだね。まあ、バレンティン自身は3割1分5厘を残し143試合フル出場、怪我しながちなバレンティンがこれですからかなりすごいことですよ。で543打数の171安打、2塁打18本、3塁打0、本塁打何本、47本と、かつての本塁打王、シーズン本塁打記録保持者はこれだけの本塁打を打ってきた。まあ、2013年と比較したら落ちるとはいえど47本はさすがの数字ですよ。で塁打数も330と多く、打点数で見ていくと162打点でシーズン打点記録更新。あのアンタッチャブルレコードをまさかのバレンティンが更新してきて、これでバレンティンは本塁打王と打点王の2つの記録持ちということになりました。恐ろしい。おいおいおい、こんなことあっていいのかよ。これまでの打点記録はコツルというね、161打点のね、1950年の記録だったんですけど、それをですね、60年以上の時を経てですね、バレンティンが更新。そして先ほど言った通りですね、このバレンティンは本塁打記録も持ってますので、まさかのプロ野球のシーズン記録2つがこのバレンティンによって塗り替えられるというね、いや嬉しいような、そこに日本人の名前がないのでちょっと悲しいようなね、そんな気持ちにもなりますけども、もうこれはバレンティンの凄さと同時に、やっぱ青木がいたからじゃないですか。正直やっぱその他の選手のね、あの成績も落としてたんで数字落とすかなと思ったんだけどね、打点の部分僕の選手と比較してそんなに稼げないんじゃないかなと思ったら、やっぱこれだけの選手がいたら稼げるんだね。山田に至ってももしかしたら出塁率がえげつないかもしれませんから、ちょっとチーム全体の成績っていうのも確認していきましょう。バレンティンの162打点には驚きだが、その中で得点圏打率は3割3分5厘で、得点圏打数がまず206打数だからね。そして通常これだけ打ってる選手がこれだけの得点圏回ってきたら、そらこれだけ稼ぐのも納得だわな。ちなみにこの得点圏打数というのはもうセリーグではダントツのトップですね。山田も1727で1と2がこう並んでますからね。あ、おー、上には上がいたぜお前。浅村が219打数ですからね。はあ、いろいろ驚きだな。これ以上の得点圏打数はないと思ったら山賊打線にいたわ。怖いね、なんかこのリーグ。本塁打率は 11.6 で得点が81、三振は146個と多いが、フォアボールは79個、デッドボールが4つ、併殺4で盗塁が謎の1かつ成功率は10割というね。そして対左には3割6分6厘と打ってるが、対右になるとちょっと率は落ちるんですね。で出塁率4割0分3厘で長打率6割0分8厘、そして OPS は10割1分1厘という最高の成績ということになりました。はい、で青木の出塁率で見ていくと4割6分1厘ですからね。で青木といえば足は速いですしね、盗塁はまあそこまでしてないですけどね。まあ、二塁打も多い選手なので、だからこの選手がこれだけの出塁してて、かつこれだけの長打を打っているから、バレンティン得点圏打数で回ることが多くてあれだったんだ。そしてバレンティンもまたそこで打つからこれだけの打点を稼いだわけですね。他の選手の出塁率っていうのもやっぱ高いですから、いやいいですね、ヤクルトはね、打点がものすごく稼ぎやすい環境は整ってますよ。ただまさかシーズン打点記録を更新してくるなんて思わなかったけどね。はあ、いろいろとなんか叫びすぎて、おらびすぎて、びっくりしすぎて、なんか若干頭混乱状態になってます。クラクラしてるんですけどね。年間表彰式見ていきましょう。さあ、どうだ。まずはベストナインから。はい、バレンティンの名前当然ありますね。はい。で、ゴールデングラブはないです。守備はよろしくなかったのでね。で、個人タイトル。シーズン打点記録更新ですからね。MVP は大瀬良かい、嘘だろ。でバレンティンは首位打者を除く本塁打打点王で2冠。また青木は首位打者最多安打最高出塁率ですからね。盗塁王を除く打撃タイトルは全てヤクルトの選手が取りましたよ。まあ主に2名ですけどね。はあ、これで MVP 取れないっていうのはちょっと不思議かつ議論をしていかないとダメなんじゃないの。シーズン記録更新ですからね。それも60年ぶりの記録ですよ。それで取れない世界ってどういうこと。大瀬良がじゃあ防御率0点台とか残したっていうわけでもないですからね。 2.96、 まあ優勝チームとかそういうのはある、まあいい成績には違いはないですよ。これですからね、バレンティンさえいなければこの MVP 受賞について誰も文句は言わないし納得でしょうね。でもこの世界にはこのバレンティンがいるだろう。まあ確かに打点記録っていうのは正直今の時代じゃ、まあ、メジャーにしろ日本にしろあまり評価されない感じになってきてますよね。あーチームに依存するものですからね。とはいえど
とはいえどですよ、あのアンタッチャブルレコードもう二度と破られることがないだろうという記録を破ったバレンティンが受賞できない MVP は、価値がない、いらないね、そんなものこっちからお断りって感じです。俺はバレンティンの凄さを知っている、そしてみんなもバレンティンの凄さを知っている、それが誠の MVP でいいじゃないか。これで今回の対決は終了ということになり、今から2選手の成績を比較してどちらの方が勝者なのか敗者なのかっていうのを決めていきたいと思います。互いの成績はこちら、勝ってる指標負けてる指標を色別に分けてみたところ、またこれまたパッと見の時点で差が出てしまうというかね、勝ってる部分が僕は安打数、二塁打数、得点数に、あと守備の部分、まあこれは明確に勝ってると言ってもいいでしょうね。ただ負けてる部分はやっぱ試合数、3試合の差、あと打率、まあこれは1人の差ですからほぼほぼないと考えてもいいが、それ以外の部分では本塁打では10本差、塁打数でもそうですし、また打点ですよね。これがメインテーマの動画なんですけど、まさかバレンティンがここまで稼いでくるとは。僕の選手がしょぼいから負けてるんじゃないんだよ、僕の選手はすごいけどそれ以上にすごかったのがバレンティンですからね。でまあその差がやっぱ出塁率にも長打率、そして OPS にも影響しているわけですから、受賞したタイトルの違いもありますし、またアンチャッタブルレコードを破ったというね、そういう記録の部分もありますから、もうその差を考えれば一目瞭然でどちらの方がいい選手で素晴らしいかっていうのははっきりとしてね、答えが出ると思いますので、実況78回目の対決サクサクセス、すぐさま結果発表といきましょう。2018年セリーグ打点王のバレンティンに挑んでみた今回の対決サクサクセスの結果は、これでシリーズ3連敗、また負け始めたぞ、勝てなくなってきたぞ。今回に関してはいい選手はできていた、しかしそれ以上にバレンティンがいい選手でありいい成績を残してきたからね、まあ、それが成績の違いに出てて、まあ、誰がどう見ても分かる、そういう対決の勝敗になったと思いますね。本当にシーズン打点記録をまさか更新してくるなんて思ってもなかったが、その思ってもないことが起こるのがこの対決サクサクセスシリーズなんで、まあ、そこが一つの魅力でもあり、俺からしたらちょっと残念なところでもあるんですけどね、もう仕方がありません。今回の敗北は受け入れて、今回の対決サクサクセスは終了ということにさせていただきたいと思いますのでね、これで3連敗ということでね、もう年はだんだん2018年終わろうとしている中、なぜここに来て負け始めるのか理解はできません。しかしこの負けの流れを止めないとですね、最後まで負け続けて終わる2018年になります。思い返してみれば2018年のもう初日から負けてましたからね、僕は全てにおいて、ゲームでも人生でもね。このまま最後まで負け続けるわけにはいかないので、次回戦う選手はまだ決めてないですけどもね、その相手を破り、まずはこのシリーズの連敗を止め、そこから連勝でいけれるようにこのシリーズを盛り上げていきたいと思います。今回も確かにいい選手はできてましたからね、なので次回はもっとより良い選手を作り、より良い成績を残す、そんな動画期待してくれよな。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、またあおう。